いた！ユキさん。あ！待て！あ、そっち入ったわ。あの、駆け込み乗車はいけませんよ。もう。さあ、おいで。よし、これであのおじいさんも。あ、こら、待ちなさい。くそ、あと一歩だったのに。やばい。行っちゃったわね。はい。そんな。もう許さない。あの昭和の猫、今度見つけたら絶対逃がさないんだから。やめてください。やめてください。やっぱり。ユウキさん、ルイさん、どうしたんですか？私に任せて。もう逃がさないわよ。いい子だから、こっちに来なさい。ああ、そのまま動かないで。うわっ。あ、こら、ゆうきくん、追いかけるわよ。ちょっと、そのゆうきさん、あの、そのもう、ゆうきさんたら、そんなとこ。あの、そんなんじゃごめん。ちょっと。いい。何やってんのよ。何怒ってるんだよ。こら、やめろってな。うるさい。うわ。このポクネージ。うわ。その猫ならさっきミルクあげたわよ。いい飲みっぷりだったわね。さっき抱っこしちゃった。すぐに行っちゃったけど可愛かった。ほんと、肉球がプニプニしてて。そうそう、プニプニ。なんだなんだお前たち、あの猫探してたのか。いや、やっぱ癒されるね、猫ってのは。な。勘弁してくださいよ。結城さんは僕を何でもできる便利屋かなんかだと思ってるでしょう。頼むよキリア、こんなこと頼めるのお前だけなんだ。そりゃ駅のセンサーの感度を上げて条件を絞り込めば引っかかるかもしれませんけど、バレたら大目玉ですよ。文句言ってないでさっさとやる。責任は俺が取る。いや、そんなカッコつけなくても。ああ、もう。わかりましたよ、わかりました。まったく、猫探しに管理局のメインコンピューターを担ぎ出すなんてね。
ビンゴ見つかったわ。ちょっと待って、なんでこんなところにいるんだ。なんでもいいから早く行きましょう。よしよし、確かに喉を撫でると気持ちよいみたいだな。隊長、なんだ、これは猫の乗客、いや乗客の飼い猫と思われたからな。これも SDF の任務の一環だ。主、キャットフードはこれがおすすめだそうだ。Sorry.